読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいい。しい中で今を生きている、今を生きている。ベリー15歳だけどね。背景ありがとう。15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の海は厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め。今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけど苦くて甘い今を生きている。チャ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 。人生の全てに意味があるからもう恐れずにしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。ああ負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。読んでいるあなたが幸せなことを願います。